はい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 。きついっすね。マジで。4連敗っすか?ちょっと、阪神戦の尾を引いてる感じ、すごくしますし、ちょっと巨人、やばいんじゃないかなっていう感じは、個人的にしてるんですけどね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対ヤクルトスワローズのですね、試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、悔しい負けですね。またほんまに、まあ、安倍監督ね、我慢というふうに言ってましたけども、やっぱりね、チームって浮き沈み、やっぱあるんですね。本当に、まあ、赤星投手もね、よく粘ってる方だと思うんですけども、やはりね、まあ打線がなかなか打てないというところで、まあちょっと7敗目かな?まあちょっとね、しんどいなっていうところはありますよね。じゃあですね、今日はですね、得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点見ていきまして、で、僕が気になったところを見ていく、この3本でね、ちょっとやらさせてください、今日ね。はい、まずね、得点シーン振り返っていきたいんですけど、この辺にね、僕の下ら辺に、画像を出しながら、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい。まずね、今日の結果なんですけど、まあ、4対2というところで、まあ、負けてしまいました。すごくね、まあ、悔しい負けというかね、まあ、やはり先制点を取られて、なかなかそこからね、奥川投手を打ち崩すことができなかった。まあ、これがね、まあ、今日の、範囲にね、まあ、尽きるとは思うんですけども、やはり奥川投手もね、復活してからですね、まあ非常に、まあ高津監督も言ってましたけども、一番いいピッチングだったんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ具体的に言うとですね、まあ右バッターの外にめちゃくちゃいいボールをドーンと、しっかりコントロールよくね、投げれてた。球の速さもね、まあ本当に前世紀というかね、怪我する前の一番いい時と比べると、まあ、ちょっと落ちるかなっていうところはあるけども、まあそれでもですね、やっぱり148、149ぐらいのボールでね、アウトコースにしっかりとバチッと右バッターの外に投げれますから、シュート回転もせずにね。だから非常に変化球も含めてね、ストレートがあんだけアウトコースにバチッと決まってたらですね、そっから自由自在にこう曲げたり落としたりできるんでね、非常にいいピッチャーだなっていうふうに改めてね、僕思いました。はい。で、ちょっと得点シーン振り返っていきますと、まあ2回表ですね、まあ2回というこの序盤というところで、ワンアウト1、3塁からね、中村選手をスクイズをポーンと、セーフティースクイズをね、してくると。で、まあこれに関して、まあやっぱりヤクルトもね、絶対勝ちたいと。まあなかなかね、プロ野球で、本当の序盤の序盤で、まあ2回ですよね、序盤の序盤でですね、セーフティースクイズとかスクイズって、まあピッチャー以外であまり、ないんじゃないかなっていうところはあるんですけども、まあこのヤクルトの、まあ、執念というか、あ、絶対点取るぞと。先に点取るぞっていうのはね、非常に出てたんじゃないかなと思います。で、6回表。このタイムリーがね、めちゃくちゃ今日の試合ででかかったですね。はい、2アウト1、3塁から、太田選手がね、2打席凡退、打ち取られてる中、初球のフォークボールを振り抜いていった。これは素晴らしい積極性だと思うし、まあね、なんかその実況のね、方の話なんか聞いてたら、その今、太田チャンスだよと。監督やコーチに、お前チャンスやと、行けよと、掴めよというふうに、まあ試合前にね、言われてたそうなんですよね。で、それでね、やっぱりこう2打席凡退して、ああ、悔しいと、ああ、絶対打ちたいというところで、やっぱりね、そこで力まずにね、しっかり初球をパンと振り抜けていけたっていうのはね、非常に素晴らしいんじゃないかなと思います。後で詳しく見ていきます。はい、で、8回裏、ジャイアンツ、まあこのイニングがね、非常に重要というか、まあ一番、ビッグイニングになりうるというか、その回だったんですけど、まあ、ワンアウト満塁から吉川選手のね、センター前ヒットで、まあ、奪いましたと、2点をね。で、これでね、二塁ランナーの若林選手のね、判断もすごく良かったですね。後でちょっとまた詳しく見ていくんですけどね。はい。で、最後9回表にですね、これもうまあ、ダメ押しですわ、正直言って。2アウト1、3塁から西川選手の、まあ、ライト前で、まあ、4対2という風な形になって、まあ、9回ね、抑えられて負けるっていうところなんですけど、
まあですね、まあ赤星投手も、まあめちゃくちゃ悪いかって言ったらそうでもないのよ。うん。まあ赤星投手ね、コントロールもいいし、まあある程度今日もね、オスナ選手から奪ったこの三振の時のね、シュートボールなんかはね、素晴らしいボールも投げてたし、やっぱり、先制点は取られましたけども、その中盤あたりはね、ずーっとこう、それ以降はね、抑えてたっていうのがあるので、なかなか攻められないなっていうところは正直あるんですね。やっぱ、言うとすれば打線かなっていうふうに思うので、まあそこをね、ちょっとね、後でね、詳しく見ていきたいと思います。じゃあですね、ちょっとスタメンの変更点なんかを見ていきたいんで、ちょっと僕の顔のところに画像出しながら、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まず、じゃあちょっとね、ホーム側から見ていきましょうか。ジャイアンツから見ていきます。まあ、昨日の阪神タイガースとの試合ね、負けてしまいましたけども、まあ、そっからね、オーダーがちょっと変更しておりますと。昨日は、まあ、その、レフトにね、岡本選手入ってたんですけども、今日は、ファーストに岡本選手。で、レフトに、オコエ選手ね、5番で入っておりますと。で、前日ね、ファースト、大城選手だったんですけども、今日はね、まあ、デッドボールの影響もあるかもしれないですけども、まあ、出てませんでした、スタメンではね。で、ファーストで岡本選手が入ってて、で、昨日、6番、伊豆口選手がね、ショートで入ってたんですけども、今日は8番になってます。で、昨日、サードで、門脇選手出てたんですけど、今日はモンテスが5番で出てるというところ。で、昨日は戸郷投手がね、ピッチャーで、今日はね、赤星投手というところで、なんとか連敗をね、ストップしたいと。いうところで望んでる一戦だと思います。ジャイアンツからしたらね。で、対するスワローズですけども、前日中日戦、ありまして、そこからの変更点で言いますと、まあ、先日ね、センター岩田選手が入ってたんですけども、今日は西川選手が入っておりまして、で、太田選手が2番で、ライトで入ってたんですけども、今日は6番かな ?6 番で入っておりますと。はい。で、キャッチャー中村選手、前日は6番で入ってたんですけども、今日は8番に入っておりまして、ピッチャーが吉村投手だったんですけども、今日は奥川投手というところで、非常に、まあね、いろいろ、まあ、オスナ選手ね、まあ、サンタナ選手が抜けてますけども、まあ、山田選手が今、7番にいるというところで、まあ、下位打線からでもね、非常に危ないというか、一発もあるバッターがいるんでね、怖いなっていうところは非常にあるというところで、まあ、赤星投手ね、一発、非常に、気をつけてほしいなと、東京ドームだし、打線もね、すごく強力なところがあるので、気をつけてほしいなと思って、今日見ておりました。はい、じゃあですね、ここからはですね、僕が気になったところであったりとか、ここプロの技っすねみたいなところを、ちょっと見ていきたいと思うんで、皆さんここから見てくださいね。はい、行きます。はい、まずね、いろいろ今日見ていきたいところありますと、一個一個分かりやすく言っていきます。はい、2回表まず見ていきましょう。2回表なんですけど、まあ、点取られた回なんですね。この回点取られました。先ほど言いましたように、序盤でセーフティースクイズ、スクイズってあんまりプロ野球ではないよというふうなお話しました。でね、ここは、まあ、オスナ選手がね、まあ、サードへの内野安打。で、ノーアウト一塁から太田選手がショートゴロ。で、ワンアウト一塁で山田選手のセンター前ヒット。これね、ちょっと宇宙間寄りだったんで、ランナーがね、三塁まで進んでしまったんですよね。で、ランナー一三塁になりましたと。で、よく、ランナー一三塁って、仕掛けやすい、場面だよねってよく言われるんですよ。まあ、例えば、まあ、スチールもそうだし、エンドランもそうだし、まあ、セーフティースクイズ、スクイズも仕掛けやすいっていう風なことをね、よく言われる場面なんですけど、なぜかというと、まあ、いろいろ要素はあるんですけど、1、3塁っていうところで、ファーストがベースにつくんですね。牽制球を受け取らないといけないんで、ファーストがベースにつくんですよね。それによって、1、2塁間が空く。うん。空くし、まあ、例えば、エンドランとかをやりやすかったりとか。うん。で、ファーストが、一塁についてるんで、セーフティースクイズとかね、っていうのを、ファースト側にチョンってやれば、ファーストは、牽制球を、もらおうとして、ファーストベースのとこにいますから、なかなか前進ができないんですね。ピッチャーが、ホームベースに投げてからじゃないと、ファーストは前に行けないので、セーフティースクイズをするにしても、成功がしやすい場面なんですね。うん。で、そういった場面で、まあ、中村選手がね、セーフティースクイズを初球で決めると。うん。で、岡本選手が取ったんですけども、それをね、まあ、多分ホーム間に合わないんですけど、ホームにちょっとトスをしたんですね。で、それで岸田選手がちょっと、それをファンブルして、また1、3塁を使われるんですね。ちょっとそこで、まあ、判断ミスもあるし、補給ミスもあったんで、ちょっとね、2回表からバタバタしてるなっていう感じはありました。
で、ワンアウト一三塁からまた奥川選手がスクイズを試みるんですけど、キャッチャーフライになってしまうと。これはね、まあスクイズもそうなんだけど、まあどっちかというとヤクルトベンチからしたら最低でも一塁ランナーを二塁にやってくださいよっていうバントをしてほしかったんですね。だけども失敗してキャッチャーフライになってしまった。これはジャイアンツからしたら非常に良かったと思うんですね。うん。で、ツーアウト一塁で中岡選手を空振り三振。まあここはですね、まあ良かったなって、うん、もう追加点取られなくて良かったし、まあ赤星投手もしっかりストレートを投げ込めたというところの場面でございました。はい。でですね、ちょっと飛びましてね、4回裏。うん。今日ね、実は、吉川選手しかね、はじめヒット打ってなかったんですよね。で、まあ、吉川選手のヒットを見て、あ、今日吉川選手状態いいなって僕思ってたんですよ。で、この回、なんと4回裏ですね、先頭吉川選手が始まる。あ、もしかしたら、あ、吉川選手、ヘルナンデス選手、ま、岡本選手と回ってくるんで、吉川選手が出塁して、いい形で得点できるかもって僕、この回思ったんですね。なんですけども、この先頭の吉川選手が、これ、ファーストライナーに打ち取られるんですよ。追い込まれてから、いい感じでね、うまい感じで打ったんですけど、オスナがね、うまいことジャンプして取ったんですよね。これがもし抜けてたらっていう風なところはあったんですけども、非常にね、惜しい当たりでありました。で、ワンアウトからヘルナンデスがヒットを打って、で、ワンアウト一塁から岡本選手がね、レフトフライ打ったんですけども、これちょっと悔しがってましたね。ちょっと甘いボールだったんですよ。初球のストレートだったんですけど、多分ね、自分では捉えられたと思ったんだけど、それがちょっとだけね、ほんと数ミリずれて、レフトフライになるんですね。これちょっとね、本当にもう1個、1ミリ、2ミリ、上を叩いてたら、ボールの上を叩いてたら、多分スタンドインだったろうな、っていうふうに思います。でですね、まあまた結構ね、今日ね、あんまりこう4安打しか打ててないんだけど、惜しい当たりはいっぱいあったんですね。で、この5回裏の先頭のオコエ選手もですね、ファールで、めちゃくちゃ特大のファール打った後に、変化球をですね、まあサードライナー打ったりとかありましたけども、サードのね、村上選手がこう、いい守備をしたりとかっていうの風なところもありましたし、まあ確かに4安打しか打ててないんだけど、惜しい当たり、なんとかしようかなって、なんとかしようぜっていうのは、粘ったりとかね、そういうところは見えてたんで、いい当たりもあったし、ちょっとそこはね、まあ紙一重なところはあるかなって僕的には思いました。で、この、いい当たり打ってるも、ちょっとね、なんかあの、野手の正面ついてるな、みたいな感じで、ジャイアンツなかなか点取れへんな、と思ってる時に、こういう時に行かれるんですね。で、この6回表ですわ。これ2点取られる回なんですけど、まあ、先頭のね、西川選手にね、フォアボール出したんですよね。赤星投手が。うん。で、バントを決められて、で、ワンアウト二塁で村上選手のセカンドゴロ。まあ、これはね、非常に、村上シフトじゃないけども、吉川選手はね、いいとこ守ってて、セカンドゴロと。で、ここで、オスナ選手、ツーアウト三塁で、オスナ選手迎えるんですけど、まあ、ツーボールにしてしまって、カウント悪くしてしまったんで、もう、外に外して、フォアボール出すと。で、ツーアウト一三塁で太田選手、勝負しようかっていうところ、二打席抑えてたんでね、まあ、オスナ選手より確率が高いだろうっていうふうなことを思って、そういうふうにやったんだけど、そこでね、まあ、太田選手も先ほど言いましたように、まあ、チャンスだよというふうに首脳陣に言われてね、絶対チャンスで初球から振りに行ったろうっていうところは決めてたと思うんですね。で、ここでフォークボールを初球ね、行ったんですけども、ちょっとど真ん中ぐらい行ったんですよね。うん、ど真ん中行ったんですよ。それを、うまいことね、打ちまして、まあ、センターへの三塁打というところで、まあ、非常にこの一打がね、今日は大きかっただろうな、というふうに思います。で、続く、山田選手をフォアボール出して、まあ、ツーアウト一三塁から中村選手をライトフライ打ち取ったんですけど、まあ、そこは良かったですね。うん。ただ、このツーアウト一三塁からの太田選手のね、この初球のフォークボール、ちょっとね、悔いの残る、投球になったのかもしれないな、というふうに思いました。でですね、これね、やっぱり取られた後っていうのを取り返していくと、やっぱりね、流れを相手に、やらないっていうところあるんですけども、ここでね、まあその、ピンチヒッター長野さんから、赤星選手にね、代打を出して、一気に行こうぜっていうところの回なんですよ。これね、点取られたけども、なんとかすぐ取り返そうぜっていう回ね。この回にですね、長野丸吉川というところが三者凡退に打ち取られた。これがね、非常にね、ジャイアンツが今日流れを持ってこれなかった、ところかなって思いました。ここでもし、例えば得点とか奪いしたとしたら、全然まだまだ分からない試合だったんですけど、ちょっとここでね、長野さんも出しながら、得点が奪えなかった。うん。点を取られた後にね、なんとかこう、チャンスを作ったりとか、得点を奪えなかったっていうところはね、ちょっとね、ジャイアンツからしたらね、ちょっとしんどいなっていうところありました、今日はね。で、ただ、
ポジティブなところもありました今日ね。ただ負けましたけども、7回には伊藤選手、8回には田中選手というところでね、この間先日かな、1軍に上がってきたピッチャー2人がしっかり投げてくれました。で0点に抑えてくれました。非常にね、まあヒットを打たれたとこはあるんだけども、しっかり後続を抑えたっていうのがあるんで、非常にね、この確かにね、今日は負けゲームだよ。負けゲームだけども、この伊藤投手であったりとか田中投手にとっては、その、なんていうんだろう。負けは負けだけど、試合としては負けだけど、この、ね、ピッチャー陣からしたら、もう本当に負け試合であろうと、勝ち試合であろうと、もうどの試合でももう、ね、かける試合なんでね。そういったところで非常にね、後続を打ち取れた、0点に、できたっていうのは非常に良かったと思います。で、はい、じゃあここ見ていきましょうか。これ8回裏ね。これジャイアンツがね、ビッグイニングというか、まあ、この回点取れんかったら、追いつけへんかったらもうあかんよっていう回なんですけど、まあこの回ね、星投手が投げてきまして、で先頭ね、先頭じゃないわ、ワンアウトから水口選手フォアボールと、でワンアウト一塁でピンチヒッターの大城さんにもフォアボール出すんですね。でここでちょっとね、やっぱりね、高津監督ね、ちょっと星やばいなっていう風に思って、まあ左も続くというところで、左ピッチャーの山本投手を出すんですね。うん、なんですけども、ワンアウト一塁から丸さんがセンター前ヒット、素晴らしい。でワンアウト満塁から吉川選手がね、初球のストレート、まあ先ほどね、丸選手がスライダー打ってるから、あんまりスライダー来ないかもなっていうところを張ってね、しっかりこれストレートを打ち崩しまして、でそれでタイムリー打つと。でこれでね、二塁ランナーの若林選手もね、非常に、いい判断ができてて、素晴らしかったなっていうふうに思います。でこの後に石山投手が出てきまして、で、ワンアウト一二塁から、もう一点、もう逆転というかね、できたらっていうところで、ヘルナンデスがね、セカンドゴロゲッツ。これね、ちょっと言いたかったっすね。マジで言いたかったっすね。まあね、どうと思って言ってるわけじゃないし、一山投手もね、高津監督も、しっかりこう、もう絶対、この回は絶対追いつかしちゃあかんっていうところで、投げてるわけですから、非常にね、難しいところであったんですけど、ここでゲッツね、ちょっとね、悔しいなっていうところは正直ありました。うん、追いつけたらなっていうふうに思いました、正直ね、ここで。で、最後9回表ですね、バルドナードが投げまして、まあ、ワンアウトから中村選手にね、レフト前ヒットを打たれまして、で、ワンアウト1塁で岩田選手がこれね、セーフティーバントしたんですけど、これちょっと岸田選手がね、この、エラーしちゃうんですよね。これね、ちょっと難しい打球なんですよ。ポーンってフライ上がって、バックスピンって言って、ちょっと戻ってくる打球なんですね。で、岸田選手もそんなことは分かってるんだけども、少し呼吸ミスをして、送球したんだけども、まあ、オールセーフになってしまったというところで、少しね、まあ、その、まあ、初回のね、セーフティースクイズもそうでしたけども、ちょっとね、岸田選手、まあ、2回ね、補給ミスをしてしまったというところで、ちょっとね、制裁を変えてしまってたんじゃないかなと思いました。まあね、やろうと思ってやってるわけじゃないんでね、まあ、仕方ないところはあるけどもね、うん。まあ、ちょっと難しいけどね、このバントね、うん。まあ、1個アウト取ってほしかったなというところがありましたね。はい。で、ワンアウト1、2塁で、中岡選手を、まあ、ファーストゴロ。で、ここですよね。ここちょっとチャート見ていきたいですね。はい。で、2アウト1、3塁で、まあ、西川選手にこれ、ライト前ヒット打たれたんですけど、これタイムリーなんですよ。もうこれダメ押しのタイムリーなんですよ、正直ね。で、スライダーでボールになって、スライダーでファールになって、で、スライダーでストライク。で、これで1ボール2ストライク追い込むんですね。で、もう一度スライダー行くんですね。4球続けてスライダー行くんですよ。で、ボールになるんですね。で、ここで2-2。で、ここでどうするって。で、スライダーしか見してないよと。いうところで、ここで良かったのが、ストレートインサイド行ったんですね。うん、ボール球だったけど。うん、結構厳しいボールバーン行ったんですよ。で、それで、まあもう一回戻ろうかっていうところでスライダー行ったんですけど、ちょっと甘くなったんですね。うん、その4球投げたスライダーよりもちょっと甘くなって、で、それを西川選手もね、インサイド来たから、もうインサイド、ないやろっていうところで、スライダーやろっていうところをね、もしかしたら張ってたかもしれないですけども、それでスライダーで、まあ、ライト前ヒットというところで、まあ、ちょっとね、まあ、これがダメ押しの点になってしまったというところです。でですね、まあ、その後ね、ピッチャー平内投手が出て、まあ、北村選手をショートゴロを抑えて、最後9回表ね、9回裏ね、小沢投手が出てきて、まあ、抑えられて負けてしまったっていうところなんですけど、まあね、まあ、負けてしまいました。あ、そんなんね、何ポイントも叱らないじゃないですか。で、まあ、切り替えなんですけど、まあ、今日いいところで言ったら、まあね、今日上がってきて田中投手とかもしっかりゼロに抑えてくれましたし、まあ、ピッチャー陣っていうところね、非常に、また、層がね、熱くなってきたりとか、いろいろ入れ替えしながらね、本当に8月9月、望んでいこうっていう気持ちは見えますんで、安倍監督のね、意図は見えますから、そこはね、もう、信じてね、我慢っていう風に言ってましたけども、もうファンはね、信じるだけだという風に思うんで、
そこはね、明日以降ね、切り替えて頑張ってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。